スコット・シールズはアメリカ合衆国のフロリダ州出身の元プロ野球選手。ウトを右ミギニックネームはラバーアーム。どれだけ投げても疲れない上に投球も安定しているため、このニックネームがついた。1997年の MLB ドラフトでアナハイム・エンゼルスからドラフト38巡目で指名され契約を結んだ。2001年5月26日の タンパベイデビルレーズ戦でメジャーデビューを果たした。2002年にはワールドシリーズ優勝を経験した。クローザーのフランシスコ・ロドリゲスにつなぐセットアッパーを務め、2007年までの3年連続70試合以上に登板し、リーグ最多ホールドをマークしている。2005年はリーグ5位の78試合に登板し、球団新記録を樹立した。2006年は開幕前に、 1> 第1回 WBC のアメリカ代表に選出された。この大会では3試合に登板し無失点に抑えている。シーズンではリーグ4位自身の持つ球団記録に次ぐ74試合に登板した。2007年シーズン開幕前の3月29日に2004年からの3年間でリーグ最多でメジャー全体ではスコットラインブリンクの90ホールドに次ぐ81。 ホールドを記録した、高成績を評価され、4年総額1800万ドルで、契約延長した。この年は、オールスターまでの防御率は1.70であったが、後半戦は打ち込まれ、終盤には、セットアッパーではなく、ミドルリリーフでの起用が増えた。2009年は、開幕前に、第2回 WBC に、アメリカ代表で2大会連続で選出された。シーズンでは、 左膝の故障により長期離脱を強いられた。2011年3月18日、現役引退を表明した。持ち玉は、ツーシームとスライダーカーブチェンジアップで、左率の低さは、リーグ屈指だった。ありがとうございます。